今回は今日発表されたモンストニュースの内容を見ます。で、バージョン 20.0 のアップデート来るんですよね。で、1月26日だから火曜日来ます。で、内容がまず歴戦の跡地の消費スタミナがゼロに。まあ、これはもともと実装された時からなんでスタミナ消費すんのって言われてたから、まあ、これでちょっと手を出しやすくなったんじゃないのかな。まあ、暇な時にやるっていう感じになった気がするね。でこっちの方がでかいかな。守護獣の森っていう新しいコンテンツ追加されるんですよね。で実装が26日のアップデート終わった直後だから、まあ、これと一緒で5時からなんですよね。で内容が、まあ、この守護獣っていうこのキャラ3体が実装されて、ワイバーン、ビビアン、キングクロッチで、これ以外にもまたいろいろと追加する予定で、このキャラが何するかっていうと、なんか守護スキルっていう新しいクエスト中に1回だけなんかこれらの3体を指定しておくと、なんかそれらが持ってる固有スキル発動してくれるらしいんですよね。これ多分元々のモンストに新しく追加されるから、紋章とかそういう感じの、なんかまたどうなんだろう、バランスちょっとまた調整しなきゃいけない感じになるんじゃないかな。だからちょっとこれ正直怖いんですよね。いや、これからのモンストどうなるかちょっと分かんなくなってきた。で、まあ、こんな感じで、でそれぞれ何してくれるかっていうと、キングクロッチがボスの HP を最大まで強化すると240万削ってくれる。でこれ発動しようと思ったらどこかで1回パーフェクトを出すっていうの、パーフェクト出さなかったらこのスキルは使えないっていう感じなんですよね。で次 Y 版、これが発動しようと思ったら1ターンで合計100万以上のダメージ3回出す。まあこの辺は多分すごい楽なんじゃないのかな。1ターンで100万なんで、特に直殴りバイスとかなんかいろいろ弱点バイスかかってたらすごい出しやすい気がする。で何してくれるかっていうと、最大まで鍛えたら画面上すべての敵を毒状態にし、3ターン内で50万の固定ダメージ。まあこれを50万というよりかは、毒持ってなくても毒にできるんで、毒キラーのキャラとか持ってると、まあ開幕毒にできたりとか、そういう使い方できる気がするね。でもう一体最後ビビアンが1ターンで敵を2体以上倒す3回やると、敵の、じゃね、味方の HP を 50% 最大まで回復してくれる。だからこれもまあ、ハート出なくて困ってるとか、次めちゃくちゃやばい攻撃来るのに HP 全然ないみたいな時にこれ使って、まあ、ワンチャン耐えられるみたいな。だからそういうことがちょっとできるようになるんで、またこれちょっと、あれね、紋章とかと一緒で、いや、これちょっと、何これ組み込んだ攻略されると、いや初心者さんの参考になりませんよみたいな、紋章みたいな感じの立ち位置になりそうな気がするんで、なんとも言えないね。まあとりあえず一番強そうなのは味方 50% 回復してくれるこれかな。これだと結構なんか場合によっては簡単になる気がするね。で今はまだそんなに大したことなさそうな気がするけど、将来的になんか一旦だけ味方の攻撃 1.5 倍するみたいな、なんかそういう系のやつが来たら接待とかでなんかワンパンできるみたいな、なんかそんな感じに変わってきそうね。でこれも240万削るだけど、コンプレックスとかの HP が少ない系のボスだとまたなんかいろいろと変な、なんかちょっと楽できそうな気がする。で特にコンプレックスだとステージはパーフェクト出しやすいから発動しやすいしね。多分コンプレックス以外はなんかそんな使い道ない気がする。直殴りバイリスとかだとあれだし、どっちかというと周回とかでこのキャラ使うみたいなパターンがきっと多いのかな。でキングクロッチは昔台湾版だけだったかな、なんかクエスト実装されたことあるんですよね。だからまあその辺も結構加味してんのかな。でまあ、とりあえず見た目的には火、水、闇っぽいんで、あとは木と光キャラ、まあ、そのうち少なくともあと2体は実装されそうな気がするね。でこれらのキャラは、まあ、こういう守護獣の森っていうクエストやってきて、でこの究極クリアするとまずレベル1、まあ、そんな大した効果じゃないけど 7.5% とか使えるようになって、でこれ強化しようと思ったら周回してこのひし形のハートついてるこのなんか石みたいなのを集めて強化するとそれぞれのキャラの効果が強くできるみたいな感じになるみたいね。で難易度は多分究極と超絶、他に多分ここに書かれてる限りなさそうだし、あと次のレベルまでそんなに使わなさそうなんで、多分この2つかな。だから難易度的には究極と超絶しかないからそんなに難しくなさそう。あと周回もできるしね、そんなに多分なんか鬼畜なことはしてこないんじゃないのかな。でソロとマルチプレイのホストのみクリアボーナス獲得なんで、マルチだと多分意味ないと思うんですよね。まあ、この辺はちょっと怖いな。なんか今はともかく未来が怖い気がするんですよね。で重心化はカーリー実装、重心化回反射の超バランスクリティカルで、マイスイエル魔法陣レザーストで
種族が異なるキャラなんで、神族以外2体以上組み込むか、ラック100でワープと源流封じついて、まあ、白爆発ランダと超強貫通フォーミングとスピードアップ、もともと確か超強フォーミング8だったか18だったかそんぐらいだったんで、まあ貫通フォーミングになって使いやすくなった。でただ使いどころが多分パッとギミック合ってるのはラウドラ極みと近畿一、あとちょっとどこがパッと出てこないけど、まあその辺なんで、まあキャラ揃ってる人はなんかそんなにめちゃくちゃ使うみたいな感じな、ちょっとなさそうな、なんとも言えない感じね。でこっちが火属性のアザゼルで、こっちが貫通のスピードシールド超アンチダミオ魔法陣ゲージバイリ装置アンチブロックの12ターン号令20ターン号令に超強貫通フォーミング18とスピー防スピーアップか。なんでこっちは結構使う気がするな。まあ近畿13で、まあ陽気比とか、あとなんだっけ、最近のあの内出の小槌だっけ、あれとか持ってたらまた別だけど、でもそれとかと並ぶくらい結構強い気がするけどね。まあ線形の書使うくらい性能好きな人は使ったらもう多分13近畿13一強みたいな感じになるんじゃないのかな。まあ多分自分もこれそんなに内出の小槌も陽気比も持ってないんで、鍛えて近畿13で多分毎月1回は絶対使うみたいな。いや結構いいキャラなんじゃない、こういう毎月絶対ここで使うみたいなキャラって割と貴重だしね。でまあくるくる言われてたコラボがワールドトリガーとモンスタースライク。いやこれ多分結構珍しいんじゃない、あんまりよその初射毛でもあのワールドトリガー来てるっていう話聞かないし、あとよくいろんな作品とコラボしてるパズドラさんも確かワールドトリガーってしてなかったはずなんで、割とモンスト早めにコラボしたんじゃないのかな。でまあ情報はこれ陣雄一っていうキャラの重心化前、あこんな感じですよっていうだけだから、前去年の鬼滅のあの水の呼吸炭治郎と一緒で、まあ細かい情報はあの1月28日見た目だけちょっと出しましたよみたいな感じなんで、情報は全然ないんですけど、いやでもたまに言ってたからね、コラボ来るならワールドトリガー来てほしいなみたいな、そんな感じ。いや呪術廻戦はちょっと早すぎる、キャラがまだ全然揃ってない、2クール目も始まったばっかなんで揃ってないからあんまり来てないといけないんで、来るならワールドトリガーとかその辺来てほしいなみたいな、なんかそんな感じの話確か言ってた気がするんで、いやこれは結構嬉しい方かな。でどうなんだろう、あんまりなんか結構ジャンププラスとかも見てるけど、あの9巻まで無料でその見れますよみたいなことやってることも多いんで、まあ見れるなら多分9巻まで見てくれると結構いいんじゃないか、その辺で結構いいし、あのいい感じに終わるんで、なんでまあ知らない人はまあジャンププラスとか見るともしかしたら、ちょっと今はどうかわかんないけど見れること多いんで楽しみね。でもどうなんだろう、で原作知ってる身からするとこの作品第2弾正直そんな期待できる感じじゃないんで、多分これ逃したらなんか当分追加される雰囲気じゃないかもしれない。もしかしたら進撃のリヴァイとかキリトとかみたいに、くわ引いときゃよかったみたいな感じに、まあちょっと性能わかんないからなんとも言えないけど、まあそんな感じになるかもしんないね。でまあ内容的にはそんな感じだったかな。去年も確か内容は濃かったけど、確かワールドとワールドカイと魅力とあと鬼滅やりますで終わったんで、まあ、今回はそれに、まあ、バージョン 20.0 でも多分他に 20.0 だから結構いい、そのキリがいいんで他にもなんかいろいろ追加されると思うんだけどね、まあ、これがかなりでかいけど、これはちょっとまあ、やってみないと分かんないんで、まあ、こんなもんかな。いやでもやっぱワールドトリガー結構楽しみだけどね、たまに言ってたからね、いやこれ来てほしいなって。なんでまああとは多分オサムとチカとユーマと多分アフトクラトル編までなんで、あと1体は多分無難にキトラとかその辺になるのかな。なんでまあ、これは結構楽しいから、いやいろいろ予想はされてた、呪術廻戦は早すぎるからないとして、いろいろ頭の中で考えてたシャーマンキングとか、あとなんだっけ、あの銀玉の第3弾とか考えた中では結構嬉しい方に来てると思うんで、いやこれ結構性能発表楽しみね。なんでまあここはちょっと言い出すと止まんないんで、はい、じゃあこれで終わりで、ごきげんよう。